調子どう？ん？調子どう？調子？うん。最近元気かなって。じゃ水持ってきたから飲み物。ちょっといいって。飲み物持ってきた。もう今から入るに打ち合わせ入るに。飲み物だけ置かせてじゃん。いやもういいっていらんっていらんそんなの。あるからお茶。で2階にずっといたらなくなるやろ。いやあるの絶対あるこれ。2階に置いてんだよ。どこに？冷蔵庫。汚いけどもう来なくていいって。汚いって何？俺が汚いってこと？あれしてんやろ今配信してんやろ。ただ今映してないって。見るだけ。置いとくよこれ。置かんでいいって。俺が汚いってこと？違う部屋うつそう入ってこんでいて汚いから部屋。で飲み物だけ置かしてじゃあ。何度置きたいの？持ってきたから一回から、ね、喉乾いてるかなって思って。置いといて置いといて。ね。ちょっともう本当打ち合わせ入るからあと1分で。延長か。忙しいみたい。そう。16時から打ち合わせ？今何時？あ、もう4時じゃん。え、ってかゆまるちゃんバンってなんでバンなの？なんか配信でなんかやばいことやってたの？まやさん、あのブロックし合ってるからさ、見れないんだよね。誹謗中傷でバンなの？女っさんなんでバンなんだみたいな。なあ。なあに。え？ひぶちゃんこれが好きなの。ペット用のアイスシャーベット。寒いけど、まあ、福ちゃん大丈夫。この家マジ寒いんだけどさ、生活してるから。わかった。待って。待って。待って。お散歩行くか。もうないよ。もうないって。いや、この後家族と会うので、その時に重大発表。ほら。いや、福ちゃんちょっとね、わがままになった。前よりも吠えるようになった。なんかね、犬って。吠えた時にこう、あ、吠えたからなんかおやつあげなきゃとかやると余計に吠えるようになる。吠えたらおやつくれるとか考えになっちゃうから、多分それで吠えやすくなったんだと思う。サバンナの高橋、猫もなの？猫はいいね、声が小さいから。別にドッグ吠えやすい。いや、会って家族と会うから、その時までちょっと待って。とりあえずちょっとうるさいよ、うるさい。マジで今日寝不足、本当に寝てない。ここね、総理の家、私が一緒に居候ルームシェアしてた9月に引っ越して、今の家って、それまでこの家に住んでたの。この家に総理知らない人とかいるのかな。総理知らないんだ。あ、そうなんだ。知らない。総理は、まあ、友達家族かと思ってた。久しぶりだな。久しぶり配信つけて、ほっぺた落ち着いた。
うん、服は眉が買った。なんかあれだね、なんか昼間ってさ配信してる人いないね、お散歩配信。いやなんかね、アカウント消したらしいよ、ハトによると。バンじゃなくて、私ヘラってアカウント消したことないな。もう消したら終わりなんだよね、パスワードわかんないから。 あるんだ。お母さん、お母さんをあのこの前配信したよ。あ、見てられなかったな。だからなんかさ、わかんないよね、何が本当でさ、あのちょっと虚言癖あるじゃん、ゆまるちゃんも。だから難しいよね。でも私絶対にセックスしたなって確定だと思う。絶対にセックスしてる。じゃなきゃ あそこまで減らないでしょ。やっぱあそこまで気持ちが入るってある程度の仲がないと、多分セックスは何回もしてると思う。いや、私だって火薬さんとしかしてないよ。私火薬さんとしかしてない、マジで。そういう火遊びって、火遊びはね。でも火遊びでもちゃんといいなって思った人だから。何、うん、まあそれはあの人それぞれじゃん、そんなの別に人それぞれじゃん。いいでしょ、私が誰としようが。別にあなたがセックスしたわけじゃなくて、私がしたんだからいいじゃん。いやいや、いいでしょ別に。いや、そう、自慢、火薬さんって言ったの自慢とかじゃなくて、いや、お前だってやりまくってるだろって言うから、私火薬さんとしかしてないよって。火薬さんにしか背中舐められてないしね。自慢とかじゃないから別に。ね、福ちゃんお下品だよね。マリーちゃんこんにちは。中村くんが一番良かったらしい。誰が、クルちゃんが。中村くんも意外とモテるよね、そう考えた。いや、私火薬さんになんて言われたと思う。俺あんなに、ね、寝る女性無理だよって。初めてそんな風に否定されたかな。あんな寝る女性無理だよって。ふわちも手、そうだね、本当に底辺しかいないよね。あんな寝るって、だから私半日寝るんだ、1日。え、でも毎日半日寝るわけじゃないんだけど、工事いる時ずっと寝てた。そうだっけ。そうだっけ。え、でも今日3時間しか寝てない、ガチで寝てない今日。なんかちょっとやつれてるもん、なんか。いや、もう私6、7時間もちょっとしんどいかな。今日も多分疲れて寝ると思う、家帰ったら。あのちょっと配信やって、なんで人の家で人政治の爆投げ見てた、リアルタイムで見てた。私も爆投げされたい。でも女性社長らしいよ。いいから、女性には投げないんだろうな。いやーマジだ、初めて見た、あんなすごいの。1時間で3桁稼い、1500万だよね。1000、これザラです、ザラ。すごくない？え、だからさ、びっくりした。誠治さんがマンスリー確か15位とかそれぐらいだったのが、1日でマンスリー2位になってて、こんなそんなことあるって、すごくない？マンスリー2位、1日で1位になったの？1位、1日で1位、わー、もうすごいな、なんか夢みたい。パチンコのとか夢だよね、マジで。夢かなって。いや、びっくりしすぎて。お前には一生夢だよ。夢見たい、一度でもいいから。でもさ、誠治さんさ、税金払ってないみたいなあったじゃん。
でもあんだけ稼いでるんだったらさ、 分割とかできるからさ。私はちゃんと今年まだやってないけど、ちょっとねさすがにっていうか普通に申告してるよ私。あの配信者確かなんかゴールドとかでも国税来てるんだって。だから稼いでるから来るとかじゃないじゃん。みんなやった方がいいよ。あのブロンズとかでも、あのいやふわっちがとかじゃなくて、前のさあのお姉ちゃんの 元彼解任後継士のさ人が言ってたんだよ、あのまゆちゃんマジであの、はい、あの申告はちゃんとやってねって。なんかその国税から連絡が来て、配信者っていう職業が目つけられてるんだって。なんかコロナバブルでさ、配信者ってすごいかあの稼げるようになったんだって。だからあのちゃんとやらないと。でも本当にそれ本当だったよねって。そっからゴールドクラスとかさ、あのブロンズとかも国税来てるからさ、本当だったよ。いや私これあの先に言ってるよこれ。でみんなが信じてくれなかったからさ、私これ結構前に言ったよ配信で。ニュースにもなってる。あ公認会計士ね、税理士だな。うん、いや私去年まではその人にやってもらってたんだけど、ちょっと今年はあのもう別れちゃったから、他のあの税理士に頼まないといけなくなった。じゃ今日発表します。家族と会わないといけないし、散歩行く、福ちゃんの散歩行って帰るか。顔がめちゃめちゃ幼くなった。いや今日めちゃくちゃ寒いよね田中さん、めちゃくちゃ寒いよね。いや服は大丈夫、雪でも走り回るタイプだから寒くてジャンバー抜けれない。福ちゃんこれカニ編なんだよ、カニ編ダックスなんですけど、福ちゃんでかいよマジで。 6キロらしいよ今体重が。最近何してた。えなん か患者みたいな生活してた。あの友達に看病して、あー花火、まゆちゃんこんにちは、福ちゃんも、あーぜーちゃんありがとうございます、ありがとう、背に止まってるから。散歩？散歩行こう？散歩？じゃあ散歩行くか。嬉しそうだね。散歩行ってくるよ。待って。
いやラジオだからちゃんとね。いやこれ本人ですけど、本人です。